わっさー、皆さんこんにちは。ディリゲントの下村です。はい、セラート DJ プロが、皆さんの目の前に出てるかと思うんですが、よく最近ですね、お問い合わせがある内容がありまして、それをですね、ちょっとトラブルシューティングということで、一つ動画にしておこうと思っており、今こちらの動画を撮っております。はい、というわけで今回の僕の連載なんですが、このセラート DJ に、対応のコントローラーですね、セラート DJ プロ、セラート DJ、まあどちらもですね、対応しているコントローラーってあると思うんですけれども、これを USB でバスッと、繋いだ時になぜかデッキの表示が切り替わらないとか反応がないとかっていうこと多々、あるかと思います。で、一体これは何でかっていうのをですね、今回は解説したいと思うんですけれども、まず、単純にライセンスを持っていないっていう場合があります。まあその場合は、セラート DJ プロの、ライセンスを買ってくださいねっていうお話で、まあ、済むんですけれども、アクティベートしてある状態でも、操作が、できないっていうことがあるんですけれども、それはですね、コンピューターがコントローラーをうまく認識できていないっていうことが、場合として考えられます。はい、で、これはまずですね、どのように直すのかっていうところなんですが、まずはこのセラート DJ プロの画面、これはですね、今回いらないです。というわけで最初からしちゃいましょう。はい、まあよくある Mac のデスクトップ画面ですね。はい、ここの左上、リンゴマークの右、ファインダーってなってる状態で、ファイル編集表示移動の移動、ここをクリックして、このユーティリティっていうところですね。これをクリックしていただくと、まあ、こんな感じのユーティリティソフトっていうですね、ものが一覧でずらーっと出てくるんですけども、この中のオーディオミディ設定っていうのがあります。で、このオーディオミディ設定を開くとですね、はじめこんな感じにオーディオ装置っていうのが出てきます。まあその音声どれ使いますかみたいな、設定をする場所なんですけれども、これじゃなくこれが出てる状態だと、さっきのファインダーってなってる左上、ここがオーディオミディ設定になってます。でこの状態でウィンドウってところをクリックすると、このミディスタジオ表示っていうのがあります。はい、ややこしいですね。でこれクリックすると、まあ、こんな感じのスタジオってものが出てきます。はい、ここの、ちょうどですね、僕さっきまでリループのカットつないでたんですけども、今抜いてあります、まあ、こんな感じにグレーになっちゃってる。これがつな、いであってもこんな感じにグレーになっちゃってる場合は、認識できていません。なので、これはですね、認識し直す必要があるんですね。でこの認識し直す方法なんですけれども、このデフォルトって書いてあるところ、これパチってクリックするとこの新規構成っていうのが出てきます。なので何もつないでいない状態にまずします。コンピューターに、ミディ機器を一切つないでいない状態にして、このデフォルトをクリックで、新規構成で、そうすると新しい名前で、どんな風に作りますかっていうので、まあ、今回はじゃあテストとかって入力しましょうか。はい、で、そうするとですね、新しい構成を作ってくれます。で、デフォルトで、ネットワーク、ISC ドライバー、Bluetooth ってこの3つ。で、Bluetooth はちょっと古い OS だと出てこないと思うんですけど、まあ、この3つは初めから、出てきます。で、この状態でもう1回、つなぎ直してみてください。そうすると、基本的には点灯して、また使えるようになります。はい。これをですね、やっていただくと、1つ問題解消を皆さんできるのかなと思って、今回はちょっとこれを動画にさせていただきました。結構ですね、認識できないっていう不具合が、起きる、まあ、たまに起きるんですよ。で、それはだいたい、セラート DJ とか、USB でつないでるコントローラーというよりかは、Mac がちょっと認識できなくなっちゃってるという場合が考えられるので、その場合はですね、ここをまず疑ってみてください。はい、というわけで今回はちょっと短い動画なんですが、まあ、トラブルシューティングであだこうだ言ってるのもあれなので、ここら辺で終わりたいなと思います。はい、ではですね、また次回お会いしましょう。ホーンバイバーイ。